見てください、七尾さんのオンラインくじ。マジで箱を開けた時びっくりした。え、誰、何と思って、来た、七尾さんだった、嬉しい。アクスタをね2枚、これが欲しかったんでゲットしちゃったんですよ。うわー、綺麗なお顔。平成のオタクってアクスタ好きだよね。やっぱ昔はフィギュアとかしかなかったからさ、安価に買えて手に入りやすい。そしてフィギュアと同じようにちゃんとそこにいる。本当にコスパいいと思う。あー、美しい。ありがとうございます。こんな感じででけえです。こうして守護神みたいな。この2つが出るまでは引こうと思ってて、あの別に同業者だから大人の付き合いで買ったわけじゃないです。これは普通に私が欲しかったんで。これね、アマゾンで3000円で買った水晶玉。これをどけて、ここに七尾さんが入ると良きかな。まあ、他にもちょっといろいろね、証明写真風シールとかアクキーとかいろいろとあるんで、動画撮った後に楽しく開封していこうかなと思います。というわけなんですけれども、皆様、私の恋愛について興味ありますか？ないですよね。いや、ないって分かってるからこそあんまりしないんですよ、自分自身の話は。なんですけど今日は、え、初じゃね、分かんない、 もし過去にやってたらごめんなさい。私自身の恋愛に対して質問ありますかっていう風にインスタで募集してみました。え、初めてかな。初めてじゃないにしても数年前とかだと思う。わー、しかもね、今ちょっと珍しく彼氏欲しい気に入ってる気がする。あー、ちょっと彼氏欲しいなーって。でも多分みんなのとちょっと違くて、今日欲しいなーなんですよ。あ、今日彼氏いたらよかったな、現実的な話じゃないなと。ど金持ちにならない限り多分そういうのはないと思うので、まあ、トドロキの中ではこうピンクピンクピンクお花みたいな機会に入ってきてるわけなので、視聴者さんにトドロキの恋愛についての質問をいただきました。ありがとうございます。これ本当に知りたいんかな。やっぱみんな優しいからさ、頑張って頑張って、え、別に聞きたいことないけど、うん、じゃあここ聞いとこうかなみたいな感じで頑張って質問を考えてくれてるような感じがするんだけど、本当にありがとう。今回はこんな感じで募集しました。トドロキの恋愛について、匿名で動画載ります。人生の整理がてらトドロキの恋愛について動画撮ろうと思うのですが、需要あります？需要あるって感じてくれた方は質問くれたら嬉しいです。恋愛観でも過去の話でも何でも。というわけで、ありがたいことにたくさんのご質問をいただきました。ありがとうございます。じゃあ行きますよ。萌え萌えキュー。どんな人がタイプですか？まあ、絶対来るよねこの質問ね。どんな人がタイプ？私マジでないんだよね。何でも大丈夫、普通に人間として生きているのならば。タイプっていうタイプはないですね。でもわーキューンって来るのは、まあ、これ推しの話なんですけど、自分より身長が低くて可愛い感じの人で、声が綺麗な人。あ、でもこれ付き合う上でも声綺麗な人は結構おってなるかも。まあ、推しは恋愛感情とはちょっと違うんで、背低い人全員 OK ってわけではないんですけど、どうだろうな、自分のタイプって難しくない？逆にどんなの好きそうとか言ってみてほしい、コメント欄でお願いします。浮気の基準、これまた難しいな。恋愛ってやっぱ難しいわ。ディスケッションゲーム。浮気の基準ね、なんか私はお店を使ってくださいって思うの。彼氏でも旦那さんでも1対1でここでなんかやってるっていう方が感情が強い感じがして嫌ね。なんかあのキャバクラとか風俗とかだったら付き合いで行かなきゃいけなかったりとか、じゃあなんとかさんに連れてってもらってるからボトル入れなきゃとか、そういう周りのしがらみみたいなものもあったりするから、まあ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 な感じなんだけど、だからお金絡んでる関係っていうのはこの年になるとまあ安心。嫌な考えかもしれないけど、お金がかかってなくてただただ浮気してる、それが一番嫌。彼氏に言われて一番ムカついたことは何個も何個もあるんですけど、一番印象に残ってるのは、私がもともと一重の顔だった時の話。まだ何も整形してないで、整形を考えてて二重の埋没を悩んでたんです。それをちょっと年上の彼氏に言ったんですね。まあ、当時私が高校生、向こうが大学2年生とか、二重にしたいのどう思うみたいな。でも私もともとアイプチで二重にしてたから、あ、顔変わんないんでしょ、じゃあいいんじゃねって言ってくれたの。あ、なんかやっぱ大人だなみたいな。その時は嬉しかったんだけど、でその後に、え、でもさ、埋没ってあの糸がずっと入ってる状態なんでしょ、なんかそれって気持ち的に異物が彼女の体の中に入ってるって気持ち多いから、それだったら切るやつにしてくんないって言われたの。えって思って、え、なんか俺の彼女の体の中に糸入ってんのきめえから、もう全部切ってきちゃいなよ。もし自分がねお金を出してあげるとか、まあ、そんなないんだけど、そういう関係性だったら術式に文句を言うとかもね
あるかもしれないんだけど、何も分かってなくて意図がただ嫌だから彼女に石灰系をやらせるって私的には結構やばくてムカついたやつですはい。結婚相手に求めるものは、私が仕事中の時は静かにしていただければ、あと絶対に私の仕事を否定しない、楽しそう俺もやりたいは言わない、そのくらいだと思う。お金が私にあるから家事料理洗濯とか、まあ、やれるんだったらやってほしいけど、困ることは一人でもないので、とにかく私の人生の邪魔をしてくれなければ大丈夫。ダウンタイム中の恋人との過ごし方、あとシンプルにどんな人がタイプか知りたい。タイプは仕事の邪魔をしない人。ダウンタイム中の恋人との過ごし方、これはね過ごさないです、会いません。なんかみんなの感覚で言うとダウンタイム中って結構鬱に入るから、恋人に会いたいとかそういう子が多いのかなって思うんだけど、なんか私恋人よりも友達の方が力を持ってる系というか優先順位とかつけちゃいけないかもしれないけど、恋人って本当に結構下の方なんです私。友達が上に乗ってくるので、別に何ら変わりなく引きこもり人生、時たま家に友達が泊まりに来てダウンタイム中だけどごめんねで一緒に遊ぶみたいなことの方が多いかな。これ同棲だったらどうすんだろうね。でも私ダウンタイム人に会いたくないし、別に自分で全部できるからホテル暮らしするかもしんないな、もしかしたら。とどろきちゃんの恋愛事情知れるの嬉しいです。一番素性も知れなかったというお相手はいましたか？あ、いましたよ。っていうかね、人間として浅すぎてなんかよくわからなかったなっていう感じ。深みがあってつかみきれないんじゃなくて、本当にこの人って人間として浅いなみたいな。結構私はね、元彼良かったなって思って別れることの方が多いんですよ、ありがとうみたいな。なんですけど、その人に関しては本当になんか人間として浅くて、私の仕事のこともすごい舐めてたし、暴露すんぞとか言い出すし、小3ぐらいの子供と話してるみたいな気持ちになりました。なんか実家行こうかとかそういう話があったんですけど、絶対にこの先長く続かないなって思ったので行ってなくて、素性の知れなかったというよりは知りたくもなかったみたいな感じでした。元彼にあだ名つけてほしい。私は大学時代に二郎ローソンと付き合っていました二郎でローソンに行ってたのね、よくね。なるほど、私の元彼にあだ名をつければいいんだね。となるとやっぱつけやすいのは、和歌で気持ちを送ってくるとどろきチャンネルだと結構出てきてるかなっていう元彼がいると思うのですが、初めて送られてきたのが百人一首の忍ぶれど色にいでにけり我が恋は物や思うと人の問うまで、まあ、これは好きっていう気持ちは隠してるんだけど、あれなんかお前恋してねって気づかれるほど顔や表情に出てますよっていう和歌なんですけど、まあこいつにあだ名をつけてあげるとするならば、平の金森。でも平の金森だとちょっと豪華すぎるよね。ポーカーフェイスカネちゃん。付き合ってからエッチか、エッチから付き合うのどっちが多かったですか？昔のことだとちょっと覚えてないけど、ここ数年の話だと、私は絶対にやらせへん。本気の時は。エッチして相手が、よーし満足、じゃあバイバイってなるかもしんないじゃん。じゃあ責任取って付き合おうかって言わんだろ。ワンナイト経験ありますか？あります。普通にでも顔も何も覚えてない。もう学生時代のね、はっちゃけてただろうね。自分なりに服装クソダサかったけど。恋人と会いたい頻度、1週間に1回。意外と会いたがるやんって思うでしょ。でも別に1週間に1回会わなきゃダメってことではないから、会えたら嬉しい。今さ、マネージャーさんが私ついてくれてて、ミーティングを週に1回やるんですよ。え、それいいなと思って、めちゃめちゃちょうどいいの、そのスパンがよ。だから恋人ともこんな感じにしていきたい。1週間経ってればさ、話すこともあるしさ、飽きなさそうじゃない。相手は困った時に私は駆けつけるタイプ。結構一途ではあると思う。質問なのですが、今のとどろきちゃんの恋愛対象は異性ですか？同性を好きになったこともありますか？これめちゃめちゃ多かったの。実際の私の恋愛対象は、まあ男の子です。なんですけど、女の子を好きになったこともあります。でも付き合ったことはないんです。しかも結構直近で。ガチで好きで、一時期ネイルをね、外してた時代があると思うんですけど、素の爪にしてたんですよ。しかも結構な深爪に。で、毎日ヤスリ削ってたんです。でもその期間に失恋しちゃって、告白したとかではなくて、自然と失恋しちゃって、で、そっからネイルまたつき始めたんで。そうですね。好きになったことはありますね。今スキピいますか？人間で。いないです。ごめんなさい。本当に。ね、ここでいるって言えば盛り上がるんでしょうね。いないんですよね。スキピってその恋愛の方ですよね。推しだったらいっぱいいるんですけど、人間でか。いないですね。その女の子に対しての失恋が最新の私の恋愛話。でも今彼氏欲しいんだよね。なぜかわからないけど、あ、彼氏欲しいかもって思って
ってんよ。いやでもこれまた3日後にいらねってなってんのかな。彼氏がいて何したいんだろう私。もう全然何も考えてなかったや。気の迷いだわ。ま気にしないでください。最後のエッチッチはいつですか？3年前です。自分の自己を変えてまで一緒にいたいと思った人はいますか？いません。私は自分で頑張って頑張ってカスタムしてきた執念があるので、できないことないって信じてるので、その軸を変えることはできないです。その軸というかこの頑固な私ですよね。この頑固な私をめんどくさがる人の方が多いと思います。キス好きですか？人間とは忘れちゃったぐらいしてないですね。気分じゃないのに夜の営み誘われた時、とどろきちゃんならなんて言って断りますか？それとも断りませんか？次の日の予定による。次の日仕事とかだったらもう絶対それを言って、マジでごめんけどそっちで抜いてきてって。でもし次の日何もなかった場合とかは、まあ、もしいつもお世話になってるっていう自覚があったりとか、長年の彼氏さんとかそういうのだったらいつもありがとうの気持ちでしてあげるかな。でまあちょっと省エネモードで頑張って、でもそれが多くなってきたらちゃんと言う。ちょっと辛い日があるんだよねっていうのを後から言ってあげる。とどろきちゃんの外せない異性のタイプ3つ教えてください。あげるとしたらね、外せるよ。まあ外せる想定でいい？いや次彼氏できましたとかなってさ、えこいつ全然あれやんみたいな思われたら彼氏がかわいそうだからさ、外せるけどタイプではあるトップ3でいい？声がかっこいい。えあとなんだろう、えマジで思いつかない。仕事の邪魔をしない。これタイプじゃないか。愚痴を聞いてくれる。これもタイプじゃない。タイプってなんだ。働いている。情緒がある。あこの3つだ。いやなんか私さ情緒あるの結構すごい。でもね私の周りの友達ってマジで情緒ないの。私は綺麗な星空2時間ぐらい見れんの。ずっとボーっと携帯とかもなしに。友達はねもうなんか飽きちゃん、もう前ささらさんと大輔さんの夫婦と樹海ツアーみたいのに行ったことがあるんですけど、その時に星空ツアーっていうのがついてて、寝袋に入れてもらえて音楽テロンテロンって流れてて、こうここにはもう全面の星であれがデネブアルタイルベーガーつって言ってくれるわけ。解説が入んの。ではいいなーみたいな。しかもその時私大炎上中でひときわ染み入ってもうなんか大号泣してたわけ寝袋の中で。でじゃあ終わりなので、あの一杯コーヒーでもいただけますかみたいな感じになった時に、サラダ夫婦と合流したのね。あとってもいい星だったねみたいな感じで私が言ったら、あのコーヒーと一緒に配られたナッツをこうやってボリボリ食いながらサラさんが、えこのナッツっておかわりないのかなこのピーナッツマジでうまいわとか言ってさ、ずっとさサラダ夫婦でポキ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 ナッツを食いに来た感じ。いやでもそういうとこが好きなんだよな。どういう流れで付き合うことが多かった？相手からの告白が多かったかな。全然学生さん同士の、え俺ら付き合っちゃう、うんみたいなのもいいと思うんだけど、大人になってくるにつれて誠実でいいなっていう風に思い始めてる。人生で一瞬も好きすぎてとろけるって時なかったのやったと思うんだけど忘れたとろけたっけ。あーでも大学生の時のラブホ入った後とか、いやわかんない。なんか私ラブホのあのなんかマガマガしい空気ちょっと苦手なんだよね最近女子会プランみたいのが私の中で一時期流行ったんだけど、やっぱ窓がないからかな、ちょっとマガマガしいよね。初キス何歳ですか？中学生？いや高校生？高校生かな。はい。どうしても人肌恋しい時どうしてますか？他の欲の部分を満たせば大体忘れてます。飲み会行ったりとか美味しいご飯食べたりとか、もうガーって寝ちゃうとか。七尾さんと結婚してほしい。結構相性いいと思うのよね。どこをもって相性いいと思う？相性良くなさそうじゃないなんかお互い動画でこう名前出したりとかしてお互いを認知しているぐらいでちょうどいいんじゃないでしょうかと思いますが、でも確かに今クリエイターさんの中で一番会いたい人誰ですかって言われたら七尾さんかも。一度は生で喋ってみたい人。初恋相手について聞きたい。初恋は幼稚園の時でした。マジでこれクソ面白くない話だから聞かなくていいんだけど、その好きだった子の名前も美女も身長も声も何も覚えてません本当になんで好きだったんってレベルで覚えてなくて、なんですけどこの子のことすごい好きだなって思った瞬間にお弁当に気を取られたんですよ。自分の恋心に気がついた瞬間にお弁当が届いたんです。でその時にその幼稚園のお弁当のボックスっていうかお弁当箱がオレンジ色だったんですね。そこの美女だけすごい覚えてる。だからあこれが恋なんだっていうのを
そこでしっかりと感じてるから、そこが初恋なことは間違いないんだけど、何も覚えてない。オレンジのお弁当箱が私の初恋まであるかもしれない。この人だけは絶対逃したくないって人はいましたか？悲しいことにいません。なんで私はこんな自分が好きだって思えるタイプと出会えないんだろうか。ちゃんと情緒深さとか人が持つ気持ちは持ってるはずなんですけど、恋愛に対してだけなんか点でダメですよね。一番この人いいなと思った彼の行動、クソほどダメダメな、何言ってもできない雑魚元彼がいたんですよ。私と半同棲してる時にちょっと仕事で外出なきゃいけなくなって、じゃあ出かける時困るだろうから鍵渡しとくね、わかった行ってらっしゃい、私帰ってきました。鍵全開なんですよ。その時住んでたの新宿で、しかも2階、本当に爆切れして、いやあのさみたいな、鍵かけて言うたよね、 LINE でも言うたよねみたいな、しかもなんか、あはい、なんか俺ってそういうあれなんでみたいな、せめて謝ってと思って。2人の家ならまだしも、私の家だからさ。でまあ家の中見てみたら、電源つけっぱなしのヘアアイロン、ここは抜いてってねって言ったコンセント刺さったまんま、火はついてないけどガスが出てる、危ないよね、というの本当に何もできない人がいたんですよ。まあだけどそういう人だって分かってて付き合ってるから、ある程度許したりとか、こうやってやれば忘れないんじゃないとか、怒んないようには極力してて、なるべく1から10まで話して、その重要性っていうのを教えてたんですけど、やっぱ無理で。でもある日私が帰ってきて彼がいなかったんです。え、じゃあなんか切り忘れてるものあるわって思って、アイロンが一番危ないじゃん、だからそこをひとまずこうチェックしたの。アイロン消えてんの、ちゃんと。なんならちょっと部屋綺麗になってて、いつもその人のせいでゴミ屋敷だったんですけど、え、すごい綺麗やん、全部やることやってあるやんっていう日があって、それがいいと思った行動ですね。いやでもなんかできないのにはできないなりの多分理由があったんだと思うんですよ。頭のね仕組み的なやつだったりとかで、私もそういう人間なんでできないってすごくわかるんです。まあそれがわかってるのに怒っちゃう自分にも嫌だったんで、頑張って頑張って頑張って普通のことをしたんだなって思うと、なんか別に家事を完璧にするってだけだったら自分の家でもできるじゃないですか。だけど私のためにやってくれた、私の家でいつも言われていることをちゃんとしてくれたっていうところに努力を感じていいなって思いました。でも今は大嫌いです。年上と年下どっち派？年齢は結構どうでもよくて、下だったらまあ20歳から来ないと思いますけどね、上だとまあ45ぐらいまでとか、まあ、できればね、あのカラオケに行ったセンスとかアニメのわかるわかるみたいなのもあるので、同世代の30代近辺の人がいいですけど、どこでも大丈夫。不良子って言われたことある？あれ何の意味ある？言われたことないです。言ったことならある。でも実質あれって何ヶ月ぐらい距離を置こうとかだったら意味あると思うんですけど、何も決まってないうちに距離を置こうっていうのはキープみたいな感じにされそうになってる可能性が高いですよね。一瞬冷静になろうの意味で距離を置こうを使うときは私はあります。ただそういう場合はやっぱ不安にさせないようにちゃんと連絡はするかな。来週の金曜日までに返答するねとかはちゃんと言ってた。あとは何々が終わるまで、テストが終わるまでとかだったらわかるけど、俺たち距離を置かねってそれだけ言われたんだったら別れたも同然だと私は思っています。いつまでぐらいまで距離を置くって聞いといた方がいいと思います。どういう人と付き合うことが多かったですか？見た目性格どちらでもか。私ねこれ結構自慢なんですけど、私が付き合った人みんな顔はかっこいいんですよ。なんでなんでしょうね、足りないものを探しに来るんでしょうかね。でやっぱみんな優しいです。そんでね聞き上手、自分の話バーってする時はもちろんあるけど、基本的には私の方に聞いてくれる人が多かったです。私視点からすると私のことを一番大切にしてくれていたような感じがします。前にさ動画で話した、俺はお前のことを暴露するとか言ってた元彼もう2人いたんですけど、その人とかもやっぱ普通に話してたら普通なんで、みんな根底はいい人でしたと思います。恋愛体質女です。恋人がいない間のメンタルの保ち方の話をトドロキちゃんの価値観で聞きたいです。え、私がそもそもが体質が違うんだもんね。恋愛体質女なんだもんね。私が苦しかった時はとにかく依存先をバラしてた。習い事始めたりとか、美味しいご飯を食べに行く予定をいっぱい作るとか、そういうもので置き換えてましたけど、まあ恋愛体質女って言ってるから、メンコン行くとかアイドルをしてみるとか、今はそういうのがあるから、そういう風に依存先を増やしてみればいいんじゃないかな。こういう遊び方があるんだって分かれば恋愛体質女にならないかもしれないしね。まあ恋人いない間のつなぎと考えて楽しんでください。独身じゃないとできないこともいっぱいあるからね。ちゃぶ台返しされた元彼の話いろいろあったら聞きたい。いろいろありますが
どれにしようかな。彼とはまだ友達で、もう初めて会ってからだと10年ぐらい経つんじゃないかな。付き合ってた時期もありましたが、今は普通に友達です。なんか最近は地球防衛軍にハマってるらしいですよ。半年に1回ぐらいうちのプレステでやってます。なぜかうち来たタイミングでタンタカタの梅味みたいの持ってて、それをね一瓶一人でロックでバーって飲んだので、まあ次の日普通に二日酔いすぎて動けなくなっちゃって、私の全マネージャーあの人に、なんとかくん大丈夫って言われてほんまに無理せんでねって言われてたそれぐらいですかね。トドロキちゃんから告白したことはありますか？あった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 。なんか今すっと思い出した。振られました。告白して OK されて、遊ぶ約束して、でその日結局ドタキャンされて、でその後にごめんやっぱ付き合う話もなしでみたいな、だかったやねんっていう話がありましたね。あいつマジ何？次会ったらコラボしようぜ。復縁してもいいって人っていますか？いません。残念ながら。みんな素敵な方だった。人間として、まあ、一部を除いて、ちゃんとした方たちだったし、すごいいい人たちばっかりなんだけど、まあ私は一人がいいかな。でも、今彼氏欲しいよな。でも彼氏をずーっと養っていくのがだるい。ないのかな？レンタル彼氏のちょっと重い場みたいな感じでさ、本当の恋人のように長期契約して飽きたら利用をやめるみたいな。彼氏とすることを疑似体験したいわけ、多分私は。結局ここで彼氏作っても、ああ、めんどくせってなりそうだから、疑似体験でいいって言ってんの。でも女性用風俗は、あれか。本番禁止だから無理だ。そう、なんでこの世界は私にだけ厳しいんだ。トドロキちゃんは依存したいですか、されたいですか？二択？持ちつ持たれつじゃダメなの。依存するかされるか、どっちがマシか。でも別れてもいいわけでしょ。したらされてもいいか。せーの、されたい。で、別れる。依存がバグってきたら。いや、なんかね、依存するのは結構自分のメンタル的にきついじゃん。多分私依存しようと思ってもできない気がするんだけど、でも別れればいいから逃げる方がいいかなと思って。今まで付き合ってきて一番最悪だった彼氏のエピソードを教えてください。これ前の彼氏と別れたきっかけなんですけど、歌舞伎町通ってたんですね。うちが東新宿の方で区役所通りを歩いてたんですよ。したらキャッチなのか、なんか半グレなのかわかんない方がねいたので、女の子と一緒に歩いてたの。声かけていいことなんて絶対ないじゃないですか。普通に私はこう後ろ歩いてたわけ。したらなんかわからんけど、その元彼がみたいな感じで絡み始めて、まあ、酔っ払ったんですよね。みたいな、ちょっとなんか寄せ幅なんて、なんていう幅寄せし始めて、やめなよみたいな感じで私が言ったら、なんか面白くねみたいな。私本当に何やってるのかわかんなくて、何か取られたのとか、なんでその人たちをそんなに困らせるのってずっと聞いてたんですけど、なんかいや面白いじゃん、なんか面白くねみたいな。何も面白くないの。女性と男性が二人で歩いてるだけだから。でもなんかその彼氏ってすっごい風俗嬢の子とかキャバ嬢の子とかに偏見を持ってる節があって、私が YouTuber で風俗やってないっていうことをなぜか酔うとみんなに自慢したがるっていう、マジで本当にクソ彼氏だったんです。で、まあその半グレ切れ出す、おいなんやお前とか言って、そんなんよ力関係、こっち半グレね、こっちよ彼氏こんぐらい、勝てるわけないじゃん普通に。で、もう一人の女の子もさ、震えてるしさ。もうどうしたらいいのと思って、多分震えてるのは、その、私の彼氏の方に対してじゃなく、こっちの半グレの方に震えてんのね。お前、大したこと、七人だろー、みたいな。ああ、お前何しとんのや、おらー！もう負けるでしかないじゃん。だから、私が謝った。もうほんとすいません。めっちゃ酔っ払ってて、みたいな。ほんとすいませんって言ったら、半グレは許してくれて、それが一番最悪だったね。なんかそれでさ、事件とかになってさ、私 YouTuber やってたから、その時すでに。なんか見られちゃったりとかして、警察に連行されてったとかなったらさ、本当に嫌だったから、まああれだけは本当に勘弁してほしかった。付き合った人に有名人扱いされませんか？してたら別れます。最初は誰しもするもんなんですけど、ずーっとそれが続くなら友達としても連絡取らなくなります。あ、もう心の距離詰めるの無理なんだなって思って、もうこっちから諦めちゃいます。嬉しいんだけどね、尊敬してくれるとか、ミーハーみたいな気持ちでもさ、一緒にいてくれるっていうのは嬉しいんだけど、まあ、動画とオフでそんなに変わる方じゃないと思うけど、それでも中身の自分を見てもらえないってちょっと寂しいことではあるから。どのくらいの頻度で夜営んでましたか？本当に人による。毎日の人もいれば月一の人もいる。でも回数が少なかった人の方が長く続いたし、なんか楽しめた。なんかさ、寂しくない？デートとか行ってもさ、なんかじゃあ夜結局やっちゃいました、まあやることが悪いことではないですけども、じゃあ最後やりますかってなった時に、朝起きてからやる直前までのことが全部前戯みたいに感じられて、ちょっとそれが倦怠期とか入ってたら
男の人にとってはそれがしたいから今日デート連れてってやろうって思ったのかなとか勘ぐっちゃう。メイド喫茶で知り合った人と付き合ったことあるんですか？ないっす。ないよな。ないないない。私いつも友達率いて行ってるんで一人っていうことがほぼほぼないので、まあ、そこから知り合って付き合いはないと思いますね。キャストだったら、まあ、他の仕事でつながってお友達っていうことはあるんですけど付き合ったことはないので、なんかもし何か心配なのかな、なんかそういうことを勘ぐっていたら本当すいません。ないです。やるときはまだ笑ってるのか。じゃあ待って、あのさ別に常時笑ってるわけじゃないからふとした時に笑っちゃうだけ。前の動画見てない人とかわからないと思うんですけど、ついねふとした瞬間にさ何やってんだろうと思っちゃう時あるじゃないですか。そういう行為の最中に正常位のなんかこうやってやってる時になんか相手がすっごい頑張って腰動かしててなんか滑稽って思っちゃうでしょ。その笑いがこらえられないっていう話。これはでも次もし彼氏ができたら絶対にやめるって決めてるんで。 S か M どっちですか？どっちの気質も持っている気がする。最近は性格は S だと思うよ。そのそういうことじゃない、 S の M で言ったら性格はめっちゃ S だけど、その行為に入ると確かにあんまり努力はせんなというか、あーでも結構なとこまで舐めるからってことは M なのか。え、どっち？でも攻めたいって思う S。 そういえばなんだけどさ、あの私放狂したじゃん。マジで今トドロキの父を超えてもんだら、トドロキの父バージョン2のチュートリアルなわけ。初物だよ。だいぶ馴染んできまして、まあでもこれもあるから次はちょっと自信がついて S 寄りになる予感。まああと一生使わないのもある予感。トドロキちゃんが好きになった時ニャンニャンになるのかツンツンになるのか、どっちかっていうとツンツンかもしれないですね。私は自分がお金を持っている分、もしこの人と結婚したら私が支えなきゃいけない一家をっていう責任感みたいなものを感じて、好きであればあるほどプレッシャーに感じちゃうんですよね。だからワンワンニャンニャンとかツンツンとかのこういう感じよりは船に乗れみたいな感じなんだよね。私って初見だとすごいふわふわとしたおとなしい人って思われることがあるんですけど、付き合ってみたりとか結婚だとかそれこそなった時にたくましくなってしまいます。こういう男気あふれた女性はどうでしょうか。でも変なところで女発揮しちゃうんだよね。はい、というわけで最近ちょっとなんか彼氏が欲しいなってなってきて、自分がどうなっちゃったのと思って自分の気持ちをちょっと整理しようと思ってこの動画を撮ってみました。皆さんご協力いただきまして本当にありがとうございました。読めなかった人本当にごめん。またやるのでインスタのストーリーズのチェックをぜひお願いします。というわけでありがとうございました。なし。